超満員と膨れ上がりました久留米県立体育館、おなじみのブルーアイドソウルです。ビル・ロビンソンのテーマソングです。これより BWF の選手権試合が行われます。全日本プロレス秋の陣ジャイアントシリーズのタイトルマッチ第1弾として行われます。 BWF ヘビー級の選手権試合、第3代チャンピオンのビル・ロビンソンに第2代チャンピオンのキラー・トウワカマトが挑戦いたします。チャンピオンのビル・ロビンソンの登場です。大変な人気です。今リングに上がってまいりました。コンディションは絶好調と聞いております。5回目の防衛戦は日本のリング上です。ビル・ロビンソン、さて次はチャレンジャーのキラー・トウワカマトの入場を待ちたいところでございます。やってまいりました。流血大王にふさわしく赤の柔道ジャケットを身につけての登場でございます。くしくも第3代チャンピオン第2代チャンピオンの対戦になりました。外人同士の顔合わせでございます。マッチ試合に先立ちまして、この放送のスポンサー遺跡納期木桜酒造大砲薬品工業横浜ゴム三菱自動車日華ウイスキーより花束の贈呈でございます。タイトルマッチの立ち会い人として来日をいたしました PWF ロードブレアスさんに花束が今贈られたところでございます。これよりタイトルマッチ宣言が読み上げられるものと思われます。リング上でございます。試合人のロードブレアス PWF 会長によりまして認定書が読み上げられました。このタイトルマッチは PWF 本部のお膝元ハワイで行われる予定でしたが、全日本プロレスの強力な働きかけで今夜日本のリング上で実現したものでございます。その黄金のチャンピオンベルトがロードブレアスさんに一時預けられました。どっしりと重みのあります PWF のチャンピオンベルトでございます。紹介されました。143キロでございます。第3代 BWF ヘビー級チャンピオンビル・ロビンソン、ビル・ロビンソンです。試合の方は60分の3本勝負で行われます。さて入念なタイトルマッチの前、非常に館内が静かになりました。久留米県立体育館、今夜は4700人超満員でございます。さて1本目のゴングが鳴りますが、田澤さん、いよいよ始まりますね、はい、この前ロビンソンがね、はい、鎌田からタイトルを奪ったちょうど一宮の試合も私拝見しましたが、あの時は鎌田はね全般強引に押しましたね、はい、ロビンソンはしかし中盤からですね20分でしたが肘打ちからワンハンドバックブリーカーの大技に続けてね、はい、持ってったあそこらのチャンスのつかみ方うまいもんですね。そうですね、今年の6月の12日のことですが、一宮産業体育館によりまして今夜の相手鎌田を破りまして念願のチャンピオンになりましたビル・ロビンソンです。その時獲得した時の試合の時と同じような紫色のトランクスをつけました今夜のチャンピオンビル・ロビンソン。そしてチャレンジャーはその時と同じ赤の柔道ジャケットを身につけての登場でございます。さあ早くもキックを出してまいりました。チャレンジャーのキラー・トウワカマタ、思い切ってロープに乗せて、おっとドロップキック、ショートレンジからのドロップキック、これはどうやらミスのようです。うまくタイミングを測っておりました。
さてゲストの竹内さん、はい、見たびこの PWF の選手権試合は外人同士の対決になりましたね。まあ蒲田の場合ですね、4ヶ月間の執念点が培ってますからね、相当今日の試合で全力投球してくると思いますね。そうですね、実は今日のこのタイトルマッチ第一挑戦者としてはジャイアント馬場選手が本当は挑戦したかったんですが、竹内さん、何かのこのジャイアント馬場選手がリングに出てないわけですけれども、気持ちが分かるような気がしますね。そうですね、やりたかったでしょう、今日のリングで取り返したかったでしょうね。もう皆様ご承知のようにこの PWF のヘビー級選手権試合は初代のチャンピオンジャイアント馬場が今年の6月の1日秋田でタイトルを失って以来じっと耐えに耐えまして挑戦のチャンスを待っておりましたが、またしてもこのジャイアントシリーズ挑戦のチャンスがなくなってしまいました。竹内さんね、ずっとこの PWF の大戦争の様子を見ておりますと、ジャイアント馬場選手としてはビル・ロビンソンがずっと勝ち抜いていくんではないかということでかなり画策していたんですが、11月3日のタイトルマッチは結局ビル・ロビンソンの滞在日程がないということで、白紙に戻されましたですね。あとはですね、馬場選手やロビンソンがですね、このタイトルを守ってくれていることだけがもう望みの綱ですね。そうですね、まあ、再三このビル・ロビンソンに国際電話などによりまして、滞在日数を伸ばすように要請をしておりましたジャイアント馬場でありますけれども、2週間しか、スケジュールが開かないということで結局断念せざるを得ませんでした。なおこのビル・ロビンソンは10月の19日に日本を立ちまして、その週の日曜日10月の22日にウィスコンシン州のグリーンベイで AWA のタッグチャンピオンでありますパット・パターソンとレイ・スティーブンスに挑戦が決定しております。パートナーはバン・ガニアというふうに聞いております。まあ、竹内さん、そういう大きなビッグマッチがあるだけにしょうがないことですね。そうですね、これはスケジュールです、どうしようもないですね。はい、さあチャレンジャーの東亜蒲田の動きが非常にいいようです。ジャンピングとキックを打ちました。やっぱりね、蒲田 の空手、好きですね、喉好きとそれから足の好きですね、おっと喉笛に行きます。そして逆水平の体勢です。ロープに放り投げました。チョップを打ちます。チャレンジャーのキラー東亜蒲田です。そして素早い身のこなしで今トップロープに上がってまいりました。フライングソーセージだ、ものすごい飛距離、フライングソーセージ1本目、おっとロビンソンが伸びているぞ、取られました。チャレンジャー一本選手、ちょうど一宮の時はあれをかわしたんですよね、ロビンソン、肉弾中学院に放送しました。チャレンジャー一本取りました。キラー東亜蒲田、チャレンジャーが選手であります。これはどうしたことか、ビル・ロビンソン冬を食らいましたね。竹内さんね、ちょっとスロースターターの悪い面が出てしまいましたね。スロースターターなんですよね、はい、1本目はチャレンジャーが先取いたしました。キラー東亜蒲田であります。タイトル奪還のチャンスが出てまいりました。喉を随分やられてるね。そうですね、日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は久留米県立体育館より全国31局を結んでお送りしています。なお初代のチャンピオンジャイアント馬場選手はこの勝負はもちろんビル・ロビンソンの勝ちであろう、なんとしてもビル・ロビンソンから俺は取り戻したいんだと、こういうふうに興奮気味に話しておりました。さあ大きくロープに飛ばす、今の当たりはどうですか。今当たりはねちょっと浅かったですね。そうですか、ショートレンジから打ちましたがね、足がちょっと曲がっていたようですね。今度はショルダーネックブリーカードロップの体勢だが、相手は体重があるぞ、143キロ。キラーと若松は肩に乗せて、そしてキャンバスに突き落とす、ショルダーネックブリーカーだ。今のネックブリーカーの方が効いてましたね。そうですか、カバーの体勢だが、おっと、なんとしても野望に燃えております。キラーと若松、本来ですとホノルルのリング上でこのタイトルマッチは行われる予定でしたが、ロープいろいろと画策によりまして日本のリング上で勝負は行われております。そういった意味もありまして非常にこのタイトルマッチに満足しておりません、キラー東亜蒲田。しかしやるからには絶対に勝つというふうに豪語しておりました。飛び込んでいきましたキラー東亜蒲田でございます。やる気満々です。ビル・ロビンソンもちょっとエキサイト気味。竹内さん、はい、ジェントルマンレスラーのビル・ロビンソンとしてはちょっと珍しいシーンですね。しかしですね、話は前後しますけど、先ほどのビリー・ジョイスですね、はい、あの人は典型的なラフファイターだったんですよね。お、そうですか。はい、そうしますと、もう10年ぐらい前に日本に来たことがありますけどね、相当のラフに強い選手だったんですよ。ははしかしロビンソンですね、テクニックのようにむしろラフのですね、ファイトをそのマスターしているかもしれませんね。あ、なるほどね。どちらかと言いますとチャレンジャーのキラー東亜蒲田はリングの中よりも
場外での乱戦に強いですからね。そうですね、そういったラフ対策をあるいはそのヨーロッパのビリー・ジョイスという頭脳派のコーチに、叩き込まれてきたのかもしれません。なるほど、そういう予測ができますね。さあリングの中央です。いいタイトルマッチになってまいりました。しかし1本目はチャンピオンのビル・ロビンソン取られました。フライングソーセージによりまして1本取られています。大きくチョップを打ってまいりましたがうまくチョップをかわしましたビル・ロビンソンです。ところで竹内さんね、はい、今年のまあ闘病を語ります78年の世界最強タッグリーグですか、はい、この顔ぶれも全日本プロレスの方から発表になりましたがビル・ロビンソンのパートナーだけはまだ決まってないようですけれども、なんかロビンソン心中きついことがあってですね、相当いいパートナーを物色しているようですね。私はとっさにですね、ビル・ロビンソンの今後のスケジュールを聞いたときに、この AWA のタッグチャンピオンのパック・パターソン、レイ・スティーブンスに挑戦するというふうに聞きましたが、はい、このパートナーがバンガニアなんですよね。そうですね、これを取ったらバンガニアと来るんじゃないですかね。その可能性もありますね。そういう可能性もありますね。もしましたら豪華なタッグですね。これはいや大変ですね。そして AWA のシングルのヘビー級のチャンピオンニック・ボック・ウンクルもこの78年の世界最強タッグリーグに参加してまいります。すでにパートナーは決まっておりまして、ニック・ボック・ウンクルのパートナーはブラック・ジャック・ダンザと決定しております。ゴングの読者あたりからはどういう反応ですか、この78年の世界最強タッグリーグ。もう今年の後半はですね、この話題一色という感じですね。話題一色、もう問い合わせから何からですね、もうこのシリーズにも尽きてますね。あ、そうですか、はい、そうでしょうね。本当に楽しみです。さあリング上です。 PWF のヘビー級の選手権試合2本目の勝負になっております。田澤さん、はい、今までの流れから見ましてペースを掴んでるのはどちらでしょう。今までの流れ、初めはね、鎌田がですね、奇襲しまして、だけど中盤からやはりね、ロビンソンがですね、持ち直しました、ね、持ち直してますか、そうですか。今しかしそのチャンピオンのビル・ロビンソン背中に攻撃を受けています。キラー等は鎌田です。大きな拳から思い切ったモーションから拳を振り落としました。そして力を込めましてダブルチョップを落とします。チャレンジャーキラー等は鎌田、身長190センチ、143キロ、ハワイホノルルの出身でありますが、ちょっと腰を打たれまして足をバタつかせておりますビル・ロビンソンです。今回の来日はもう本当にコンディションを整えてやってまいりましたビル・ロビンソン。おっと今度は、腰を打ってますが、そんなにダメージはないですね。はい、ベアハッグの体勢になりました。なんと言いましても怪力では1枚上、チャレンジャーのキラー等は鎌田です。頭の中で何を考えておりますかビル・ロビンソン。おっと背中を打ちました。正面を向いてまたしてもベアハグ。2本目の勝負です。チャンピオンのロビンソンとしては後がなくなりました。竹内さん、60分の3本勝負のタイトルマッチというのは1本目の勝負は本当に大事ですからね。そうですね、これ取ったものがですね、相当やっぱり有利に試合を展開していきますからね。はい、ただですね、ロビンソンの場合はその1本取られましてもね、2本目でそのファイト内容を変えていくというその融通性がありますからね。あーはーはーはー、そういう面ではまだまだチャンスありますね。百戦錬磨の選手ですからね、はい、しかも勝負度胸は満点、リングマナーはもう本当にジェントルマンでございますこのビル・ロビンソンです。しかしちょっと2本目も苦戦、がっちりと腕を取って離しません。チャレンジャーのキラー等は鎌田、何を持っていきますか。しかしね、ロビンソンはね、劣勢に立ってても体を入れ替えるのが実にうまいですからね、チャンスをつかむのは。私は決して、ロビンソン、望みなきにあらずと思ってますね。そうですか。しかし今のところ1本目を取ったのはチャレンジャーの東和鎌田、非常にポイントの上では有利な展開でございます。はい、有利ですね。この2本目取りますとまた4代目のチャンピオンに返り咲きます東和鎌田。ショルダースルーに持っていきました。ちょっとこの辺り、腰の辺りを狙い撃ちされております。ビル・ロビンソン肩から当たりました。東和鎌田動きがいいようです。それから竹内さんね、はい、勝負の勝者は、まあ、10月の18日先ほどちょっとご紹介いたしましたがアブドラダ・ブッチャの挑戦を受けるんですが、はい、このチャレンジャーの東和鎌田が取ったら受けたくないというような発言もしているようですね。そうですね、まあ、一応ブッチャーとはですね、今はその仲間意識を持ってますからね。ただですね、それも鎌田がタイトルを取ってしまえばですね、うん、これはちょっと分からないんじゃないですかね。あ、なるほどね。
アブドラノブッチャーは今回の来日はインタータッグの選手権と、それから今争われております PWF の選手権と2冠を狙っての来日でございます。2冠をなったつもりでいるでしょう。そうですね、また大変な好調ですよね。しかし竹内さんね、はい、東亜鎌田が勝利を握ってアブドラザブッチャーとのタイトルマッチが実現した場合はこれは超夢のカードですね。これは本当に夢のビッグカードです ねどんな試合展開になりますかね。もう胸がワクワクしますね。さあ勝負の方です。まだまだ予断を許しません。ビル・ロビンソン対キラー東亜鎌田の PWF ヘビー級の選手権試合2本目の勝負です。さあまあしかしもう必要な攻撃、ベアハッグの体勢、今度は後ろ向き、自由な動きができません。チャンピオンのビル・ロビンソンです。珍しく考え込んでいます。表を向きました。何しろ怪力に物を言わせております。ちょっと猛進型、おっといった、ジャンピングエルボーバット、冬を食らった。これはいい攻撃だ、ビル・ロビンソン。さあ立て直しなるかどうか、振り返りざま、思い切ってジャンピングエルボーバット一発で決まりました。そしてドロップキック、これはいい角度、これはいい角度、2連発大技、そのまま覆いかぶさります。カウントは2です。カウントは不成功。キラー等は鎌田も思い切って跳ね返しました。さあビル・ロビンソンが今度はドロップキック、うまくタイミングを見ておりました。そして左の腕に力を込めて大きくロープに飛ばす、なんでか、おっとおっと、外しました。相手の動きを見ております。チャレンジャーの東亜鎌田もいい動きですね。ああいい動きですね。素晴らしいフットワークです。さすがに選手権を争うためにずっとホノルルの海岸で 走り込んでおりましたキラー東亜鎌田、綺麗なフットワークを見せました。今のところ竹内さん、ちょっとロビンソン苦戦じゃないですか。また一つ大きなチャンス逃しましたね。チャンス逃しましたね。おっとこれです、リズムを取ります、リズムを取ります。おっと肩に当てました。いわゆるヨーロッパ流のレスリングを展開しております、ビル・ロビンソン。しかし力では一枚上、チャレンジャーの素晴らしい力、ものすごい怪力、吹っ飛ばされました。チャンピオンのビル・ロビンソン、ちょっと不利な体勢だ、不利な体勢だ、不利な体勢になりました。この試合はずっとエプロンサイドでロード・ブレアス PWF の会長が見守っています。ロード・ブレアス会長の胸の内はキラー・トワカマタに勝ってもらいたいというような気持ちがあるでしょうね。多少はね。そうですね、お膝元ですからね、はい。ジャイアント馬場の挑戦は不可能になりました。どういう気持ちで控え室におりますか。ジャイアント馬場選手であります。キラー・トワカマタの必要な攻撃、逆さまずり、ビル・ロビンソン血が下がってまいりますが、これはかなりロープに足をくっつけておりますので本当は攻めてはいけないんですが、あるいは反則を取られたのかもしれませんが、額が割れてますね。ロビンソン割れてます。額が割れましたね。ビル・ロビンソンの額が割れました。はい、ビル・ロビンソンの額が、あれはキラ・トワカマトのこのトーキックによって割れたようですね。しかしずっとこのロープに釘付けでした。ビル・ロビンソン必要に攻めておりました。キラ・トワカマト、キラー・トワカマタの反則負けというふうに見てよろしいですか。反則負けですね。当然そうあるべきですね。再三にわたりまして上樋口レフリーがキラー・トワカマタを制しましたけれども、これをやめませんで必要なトーキック攻撃、とうとう出血を見ました。ビル・ロビンソンの額完全に割れてしまいまして、おびただしい血でございます。2本目の勝負はピンフォールの形ではありませんが、結局キラー・トワカマタが反則負けというふうに制せられまして、スクワの方は1対1のタイスクワとなったわけでございます。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は久留米県立体育館より全国31局を結んでお送りしています。1対1のタイスクワで迎えました3本目の勝負、まだ3本目のゴングは鳴っておりませんが、ビル・ロビンソンの額からダラダラと血が流れ出しております。これ問題はね、ロビンソンのダメージの深さであってね、はい、1対1だったらチャンピオンの方が、まあ、深くなければ有利ですわね。引き分けになっても防衛できますからね、はい、だから問題はそのダメージの深さですよ今のね。そうですね、勝負の方は3本目を迎えるところでございますが、かなりビル・ロビンソンの額出血がひどいですね。竹内さんね、これ2本目取ってますけどダメージは相当また深くなってますね。深くなってますね。ダメージの問題ですね。果たして3本目の勝負ができるスタミナが残されているかどうか。しかしビル・ロビンソンは皆様ご存知のようにジャンボ鶴田選手と65分の死闘を演じた男です。なんとかやってくれるでしょう。チャンピオンとしてのメンツがありますからね。まあ
要はダメージがどの程度であるかということね、はい、さあ3本目の勝負、今ゴングが鳴りました。ちょっとうつろな目つきです、ビル・ロビンソン。ビル・ロビンソンの目つきちょっとうつろです。早くも噛みつき攻撃に出ました。チャレンジャーのキラー・トウワカマタ、またまた出血がひどくなってまいりました。チャンピオンのビル・ロビンソン苦戦です。3本目の勝負、取った方がキラー・トウワカマタが取りますと第4代のチャンピオンとして返り咲き成功ということになりますが、果たして5回目の防衛なるでありましょうか。ビル・ロビンソン、チャレンジャーの動きが良くなってまいりました。思い切ってエルボーを打ちました。そして外に送り出そうというキラー・トウワカマタの作戦です。3本目、完全にラフプレーを目標にしています。キラー・トウワカマタ3本目です。リングアウトした方がロビンソンは賢明ですよね、はい、ビル・ロビンソン、いや PWF のルールは反則でも勝ちは勝ちですからね、いやリングアウトして、はい、間をこしらえてですね、あ、そういうことですか、ペースを変えるってことです、はい、逃げ切り勝ちも考えられますよね。しかしロビンソンという選手はそれができないんですよね、本当に正統派ですからね、あくまでもね戦う男です。戦うチャンピオンビル・ロビンソン、どこで生き返るか。東亜鎌田がもう絶対にもらったと言わんばかりに思い切って攻め込みます。凄まじいラッシュ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 、張り手みたいな打ち方、そして逆水平、凄まじいダッシュを見せました。キラー東亜鎌田返り咲きなるかどうか。さあカバーの体勢だが、決まれば第4台だが、おっと返しました。よく返したね、返しました。ビル・ロビンソン必死の思いで返しました。前チャンピオンのキラー・トウワカマタやる気満々。さあ5回目の防衛、日本での初防衛戦、ビル・ロビンソン完全に3本目はもう一方的にやられています。踏ん張るロビンソンが踏ん張りました。これを持ち上げることができるか。118キロのビル・ロビンソンです。なんとか抱え投げに持っていって、そのままカバーの体勢に持っていきたいところ。キラー・トウワカマタ力でロープサイドまで持っていきました。そして噛みつき攻撃、噛みつき攻撃、あるいは額を切られておりますので、左の目あるいは右の目、両方の目に血が流れ込んでいるかもしれません。ちょっと焦点が定まらなくなりました。チャンピオンのビル・ロビンソン今のところ苦戦です。3本目、だんだんと腰が落ちていきます。おっと、ここはまた深追いをしますと反則を取られますので、ここは慎重です。東亜鎌田、東亜鎌田慎重です。一旦は離れました。そしてまた、おっと切れた額に指を突っ込もうとしておりました。残酷な行為に出ました。チャレンジャーのキラー・トウワカマタであります、はい、あ、この試合見てますか、はあはあ、そうですか、はい、この PWF の大戦争、なるほどね。第2挑戦者のアブドラズ・ブッチャーは控え室のドアを開けまして、この試合を見ているということです。うまい。この勝者にアブドラザ・ブッチャーが10月の18日宇都宮で挑戦を果たすことになっております。勝負の方は3本目にもつれ込みました。 PWF のヘビー級の選手権試合、日本で初めての防衛戦、ビル・ロビンソン5回目の通算5回目の防衛戦、ロビンソンです。ロビンソンはこのディフェンシブに逃げ回りながらね、ある程度あのダメージ回復しましたね、と私は見ましたね、チャンスを待っているようですね、そうですね、回復を待っています、ビル・ロビンソン。ちょっとリズムが出てまいりました、ちょっとリズムが出てまいりました。チャンピオンのビル・ロビンソンです。もう普通になったんじゃないですか。そうですか、はい、なんとしてもチャンピオンベルトは守らなくてはなりませんが、キラー・トウワカマタがまた突っかけました。今度は地獄突き、地獄突きであります。これはむしろロビンソンはね、リングアウトした方が利口なんですよ。でペース変えるべきですよ。ははしかしそういう逃げの守り方はなかなかしない男です。竹内さんも先ほどおっしゃってましたけれども、本当に戦うチャンピオンですからね。そうですね、本当にしてほしいような気がするんですけどね、それをしてくれないんですね、はいはい、しかしタイトルを守るためには田澤さんね、これも作戦の一つですからね。ただね、ロビンソンはあのロープ屋でね、はい、あのロープを使っての反撃が上手ですから。なるほど、それをあるいは狙ってるかもしれないね。あ、そうですか、なるほどね。さあ大きく抱え投げ、ボディースラム、かなりスタミナをロスしておりますので、こういう大技は効きます。カウントが危ないぞ、やっと気がつきました。必死、気力だけで今カバーを踏みほどきました。チャンピオンのビル・ロビンソンです。まだタイミングがつかめません。いつどこで反撃に転じますか。大きくロープに飛ばす、そのままジャンピングエルボーバット、振り返りざまジャンピングエルボーバット、もう体ごと打ちました。ロビンソンの体がちょっと上がりましたからね、体ごと打ちました、
エルボーバットでやります。さあこれは効いたか。ちょっと東岡本も渋い表情、苦しい表情だ。しかし打ったビル・ロビンソンもスタメンをまた逸しました。さあ今度は攻撃に転じます。エルボースマッシュ、ビル・ロビンソン一発、二発目エルボースマッシュ。竹内さん聞いてますか。聞いてます。ああまだですね。今度はトーキックで返しましたね。もう少し連打したいです ね、 連打したいですね。その代わり今キックがありましたからね、2連発しか出ませんでした。そして東は鎌田がおっと汗で滑ります。いやね、鎌田のキックがありましたからね。いいところであのトーキックが出ますね。さあこれこそヨーロッパ流のリズム、大きくロープに飛ばして待っている。逆水平カウンターになりましたね。カウンターを取りましたビル・ロビンソン。そして今ポジションを考えています。表を向かせて何を持っていくか。起死回生の技を展開することができるか。タイトル守れるかビル・ロビンソン。あっとこれは空振り。あっと東若また有利。焦点が合わなくなりましたね竹内さんね。もうさっきのチレですね、目がちょっとあれしてるんじゃないですかね。そうですね、ちょっと焦点が定まらなくなりました。さあキラー東若またが、おっと非常にスピードに乗りましてセカンドロープ、トップロープ、またしても肉弾中盤で駅フライングソーセージは失敗。この前の一宮と同じじゃないですか。フライングソーセージは失敗。ここは見ておりましたビル・ロビンソンです。一宮の場面の再現ですね。これは1本目はこれが成功いたしましたが、3本目かなり疲れておりますがよくタイミングを図りましたビル・ロビンソンです。さあ反撃の体勢の様相を呈してまいりました。大きく抱え投げ、まず抱え投げからいきました。そのまま覆いかぶさりますがどうだ、カウントが続くか。カウント2、一進一退の攻防です。3本目、そして今度はなんだ、ワンハンドスミットスキバックフリーか。石でいきましたが自分の膝も痛めました。左膝です。自分のスタミナもだいぶ消耗してますからね、はい、一宮のようにはいかなかった。左手一本で抱え上げました。そして背中をがっちりと打ちつけましたが、しかし左膝のあたりをちょっと負傷いたしました。ビル・ロビンソンカバーの体勢にはいきません。ダブルナックダウンのような様相でございます。そして東若元も立ち上がって、息のいい東若元、さあ後ろを取った、おっとまた表を向かせます。そして今度は右の肩に背負いました。何を持ってるの。これはうまかった。ショルダーバックフリーか、今角度が良かった、そうですね、肩を持っていきました。さすがですね、角度が良かったね。今肩を持っていきましたね。ショルダーバスターですね。ショルダーバスター見事に成功であります。今直角に頭から落としましたからね、はい、そうですね、ノーデンから決めましてタイトル防衛になりました。いやさすがロビンソンですな。ビル・ロビンソンタイトル防衛になりました。ちょうどあのやはり一宮のあの場面の再現ですね。そうですね、あの自爆からあと大技に持っていって、あの時のようにワンハンドは効かなかったけれどもね、その続きですわ、はい、その布石として一つ前にワンハンドバックブリーカー、これでが事実上効いてますよね。効いてますよね。そして最後はショルダーバスターで仕留めましたビル・ロビンソン、日本で初めて防衛に成功いたしました。通算5度目の防衛に成功したわけでございます。第3代の PWF ヘビー級チャンピオンビル・ロビンソンでございます。大きな日本テレビからの勝利者トロフィーがビル・ロビンソンに贈られております。初防衛、日本で初防衛に成功いたしましたビル・ロビンソン。しかしチャレンジャーのキラー東若元も必要に攻めまくっておりまして、あるいは一時はニューチャンピオン誕生かというようなシーンもありましたが、ビル・ロビンソンよく満を持しておりまして綺麗に決めました。ショルダーバスターがとどめになっております。さあ田澤さん、そうしますと来週放送でお送りいたしますが、10月18日いよいよビル・ロビンソンとアブドラザ・ブッチャーの PWF、 これがまた因縁の対決ですね。いいサインを出しましてお客様に応えております。超満員、ロビンソンですね。そうですね、やはりうまいもんですわ。久留米の4700人超満員のお客様に応えました、ビル・ロビンソンです。竹内さん、はい、来週のアブドラザ・ブッチャーとの PWF のヘビー級選手権、ズバリどうですか。そうですね、今日のダメージロビンソンどの程度回復できるかというところにポイントがあると思いますね。あ、今日のダメージを、はい、なるほどね。ロビンソンのダメージちょっと心配ですね。そうですか。10月の18日宇都宮に来ましてアブドラザ・ブッチャーの挑戦を受けますビル・ロビンソン、放送は来週お送りいたします、かなり危ないシーンもございましたけれども、結局キラー東若元のチャレンジを退けましたビル・ロビンソン、まだリング上でございます。黄金のチャンピオンベルトをずっしりと重さをかみしめておりますビル・ロビンソン、今控え室に戻るところでございます。
第3代の PWF ヘビー級チャンピオンのビル・ロビンソンがキラー東亜鎌田のチャレンジを退けまして防衛に成功しております。防衛に成功しております。全日本プロレスのジャイアントシリーズ18日は栃木県体育館でブッチャーがロビンソンの PWF タイトルに挑戦。25日小樽ではインタータック選手権、ババツルタ組にブッチャーブラジル組が、30日は勝利チームに大木キムドフの韓国コンビが挑戦します。来週の全日本プロレス中継は PWF ヘビー級選手権ロビンソン対ブッチャーはじめご覧のカードをお送りします。お楽しみに。